皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ドジャース大谷翔平投手が打席に向かう直前で起きた悲劇にスタジアムは騒然となった。26日、日本時間27日、敵地で行われたアストロズ戦。4点を追う7回1し13塁でエンリケ・ヘルナンデスの犯したミスに厳しい声が飛んだ。 一塁走者のヘルナンデスはラックスの遊撃へのゴロを確認すると、二塁にスライディングすることなく、三塁を狙った。ただ、数歩進んだところで転倒。そのままタッチされてアウトになった。リプレイ検証の結果、三塁走者の得点も認められず、痛恨のミスで反撃機を潰してしまった。試合を放送していた Apple TV プラスでは、 オーバーランをしてアウトになった瞬間に解説を務めるドントレル・ウィリス氏が、ォ、ウォ、と叫ぶしかなかった。その後には、終盤でこういうミスは許されません。エンリケ・ヘルナンデスはそのことを理解しているから頭が下を向いたままです。間違いを犯したと言っていましたと反省を促した。また、実況を務めるウェイン・ランダッツ氏は、得点したかと思えましたし、 昇平が控えていましたと大谷に打席が巡ってくるはずだったことを強調。続けてウィリス氏は怒ってはいけないことです。ようやくランナーが溜まったのに、得点するチャンスでもありました。しかも、ナリーグ、イア MLB 最強打者が、本塁打を打てば、試合は同点になっていました。こういうミスは許されませんと語気を強めていた。見てくれてありがとう。